こんばんは岡田斗司夫です、えー、こんなにスタッフがいるのにお互い顔を見合わせて拍手もしてないくれない,い普通拍手から始まるんだけど今日のスタッフはお互い拍手するのって言って顔を見合わせるというですね、えー、間抜けな感じで始めました後で監督がたっぷり叱ってくれると思います、えー、今回ねちょっと一番最初からここに出しているのが何かというとまあ今年見た映画ということでですねあの映画の話をですねあのいっぱいしようと思います、えー、インターセーラーきたありがとうございます、えー、そのまあねえー、っと あんでその後でですねベスト20つまり岡田敏夫が選ぶベスト20というかですねこれはまあ,あの人生でこれまでに見たベスト20であってこれはもう自信を持っておすすめできるというのをですね選んでみようと思います。 ええー、まあここにざーっと書いてありますけどもまあ予定のところがですねまだこれから見なきゃいけないのがですね六、えー、歳の僕が大人になる前とか寄生跡とかですね変な映画がいっぱい入っておりますですねあそうですオールタイムベストやつを今日はやってみようと思いますというわけで、えー、今日ですねあの十月三十あ十一月三十日のですね岡田斗司夫ゼミというかまあ 第五週目だから本当にね自由な内容なんですね。あの自由な内容でお送りしますけれども今日はもう映画中心でやってみようと思います。スター・ウォーズセブン見ましたか。ああのー、スター・ウォーズセブンというのはあの予告編ですよね。見ました見ました。すごくいいです。あの人によってはですねそのジェイジェイ・エイブラムスのあのスター・ウォーズをちょっと警戒する人もいるんですけども僕はあのエイブラムスのあのスタートレックのあの二つの作品ですね、えー、あれがかなり好きなのであの嬉しいですね。えー、特になんか 水面スレスレを飛ぶ X ウィングとかですね。あとなんかあのちょっと飛び方いいなと。ただあのミレニアムファルコンがですね、こうこう薄すぎるっていうのかな、平べったすぎるんですね。<laughs> そこら辺がね、そのミニチュア感がないあたり。結局 CG で作っちゃう宇宙船とかだったらですね。 あの中に光源とか入れなくていいからあのミニチュアで宇宙船とか作ると後ろが例えば光がつくんだったら中にあの電球とかいろんなもの入れなきゃいけないんだけどもそういうの入れなくてもですね住んじゃうんで多分ミレ,ミレニアム・ファルコンをデザイナーが昔ロバート・マコールか誰かが考えた通りの薄い感じにでできちゃうんですねそうするとなんかねテクスチャー張ったみたいな感じがあの、まあ、いまいちだなというふうに思っちゃうそれ以外はいいですね。あの ななんだろうな悪のライトセーバーがブンと出したときにこの両側からチャッカーマンみたいな火がボーンって出るというのがですね僕は結構好きでした。インターステラーはまあもうう、まあ、後で話そうか <laughs> ということでですね今年見た映画ですね、えー、何作品あるんだこれめちゃくちゃたくさんあるんだけども一応このテーブルの上にあるのがですね全ての作品の、まあ、こういうボードを作ってもらったんでですねボードを見ながらですね話してみようと思います。ただ 忘れてる映画もですね、かなりありますのでですね、チャッチャチャッチャとやっていこうと思います。